長野県の皆様こんばんは、ヤミーです。料理研究家のヤミーさん、たった3ステップでパパパッと美味しい料理を作っちゃうスペシャリストなんです。今日作るのは里芋とタラのフライ。面倒な衣をつけなくてもいいお手軽コロッケを作っちゃいましょう。今日も楽しく3ステップクッキング。ステップ1、具材の下準備。玉ねぎはみじん切りにし、塩を振りキッチンペーパーで水気を切ります。里芋は皮をむいて2センチ角ほどにカットし、塩をもみ込んだら水洗いします。それを鍋に入れ、水を加えて火にかけ5分ほど茹でます。タラはフライパンに並べ入れて酒を回しかけ、蓋をして中火で蒸し焼きにします。タラと玉ねぎの水分はしっかり切っておくことがポイントです。水分が多いと種が崩れやすくなりますよ。ステップ2、種を作ります。茹でた里芋をザルに移し、水気を切ったらボウルに入れてフォークで潰します。タラも加えてさらに細かく潰し、そこに塩、卵、玉ねぎ、小麦粉を加え、粘り気が出るまでよく混ぜ合わせます。種は手で丸められるくらいの硬さになるよう小麦粉の量で調節してください。ステップ3、揚げます。手にサラダ油を塗り、種を8等分にし、形を整えたら油を引いたフライパンに入れ、170度できつね色になるまで揚げます。それを器に盛り、レモンを添えて完成です。種から水分が出て揚げにくい場合は、周りに小麦粉をまぶして調整するといいですよ。外はサクサク、中はしっとりの食感が癖になる一品です。テレビの前の皆さんも3ステップで簡単ヤミー。レシピは公式ホームページでもご紹介してます。ではまた来週。揚げ物の温度管理ってとっても大切なんですよ。そんな時に便利なのが油温度調節機能。お料理に合わせて油の温度を設定すればコンロが自動で調節。さらに具材を入れた際に油の温度が下がっても一定の温度を保ってくれるので、お料理の失敗もぐーんと減らせます。皆さんもガスで美味しい時間を過ごしてみませんか。プレゼンテッドバイ長野都市ガス。